バッターはキャッチャー伊藤。まずはワンアウトを取っています。最初は変化球できました。次が2球目、低めの変化球は決まりません。ボール先行です。これは手が出ないか。膝元への変化球、ツーストライクツーボールと追い込んでいます。ボールになります。スリーボールツーストライクフルカウントとなりました。打った、センターが取りました。ツーアウトです。入っています。さあチャンスが続きます。まあここはつなぎましたんで得点差を広げておきたいですね。なるほど、そうですね。初球ボール球です。高め見送ってストライクです。見逃せばボールでしょうか。しかしバットが回りました。ワンボールツーストライクです。インコース、これは外れます。スリーボールツーストライクフルカウントになっています。打ちました、大きな打球になった。レフトをバックする、バックする、レフトが追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。ベイスターズ1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、4対0ベイスターズ4点リードとなりました。ご覧いただきましょう、タイムリーが出て点差を広げます。この流れに乗ってね、この回で大きく勝ち越しておきたいですよね。これは勝利に向けて大事な追加点となりそうです。バッターボックスは8番伊藤。さあしっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。いい形でつなげましたね。さあベイスターズ1打先制のチャンスです。初球ボール、ここはランナー走りませんでした。牽制がうまいピッチャーですから当然警戒もします。変化球でかわしていきます。さあ追い込みました。高めのボール、この当たりはどうか、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁でストップ。ベイスターズ1点を先制しました。左中間へのタイムリーヒット、1対0ベイスターズ試合の主導権を握ります。